フェアリー。フェアリー、A、ええ、フェアリー、または、フェイリーは、主に妖精と訳され西洋の神話や伝説に、登場する、超自然的な存在、人間と神の中間的な存在の総称。人とも神とも違う性格と行動は、しばしば、気まぐれと形容される。名前は、ラテン語で運命を意味する、ホターという言葉に由来する。説によっては、もともとは、 神の使いであったと、疑もされている。日本語での小人、妖怪、竜、西洋のドラゴンやワーム、戦女、魔女にあたる。競技では、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランド、ノルマンディ地方などの神話、伝承の精霊や、超常的な存在を指し、抗議には、他の国、地方、民族の同様の存在。例えば、ゲルマン神話のエルフ。 メソポタミア地域のリリス、インド及び東南アジアのナーガなどを含む、人間に好意的なもの、妻や夫として振る舞うもの、人にいたずらしたり騙したり、命を奪おうとするもの、障害として立ちはだかるもの、運命を告げるものなど、様々な伝承がある。コティングリー養成事件の後は、絵画や文学の作品中で羽を持つ非常に小さな人型の姿で登場することが多い。 世界中の様々な神話や伝承に共通する面が見られるのと同じように、同様のフェアリーが類型として様々な名前や姿形で異なる地方、民族の伝承に現れる。英語のフェアリーの語源は古代ローマに遡る。古代ギリシアの教養がローマに浸透し、ローマ神話が創生された時代に、人の出生に立ち会い運命を定めるモイラの三女神に対応する。 パルカの三女神が作りされた。パルカは詩人などの知識人には授容されたが、民間には運命の定めを表すファートゥームの概念だけが授容された。運命の定めは民間で擬人化され、アウグストゥスの時代に改めてファータの三女神として再創造され、ルーマニアを除いた各地のロマンス族にファータ信仰が広がり、土着の宗教観念や妖怪伝承と混交した。 フェアリーの起源には、様々なものが考えられ、非征服民族の民族的記憶、異教の神や土着の神が神格を剥奪されたもの、社会的に差別、追放された人々を説明するための表現、しつけのための脅しや芸術作品の中の創作などが挙げられる。小さい姿に描かれたり、遠い場所に行ってしまうといった話は、意識の中で小さくなってしまった存在であるという。 ことを表してい。神格剥奪のプロセスにおいては、ユダやキリスト教における天使、堕天使、いわゆる悪魔、イスラム教における、人の由来と同様のものもあろう。ケルト族の神話や伝説には、いろいろな種類の、数多くのフェアリーが登場する。フェアリーはまた、小人とも言われていたが、ドワーフ、レプラコーン、ゴブリン、ベネフネなどの他の神話の生き物も、同じように、 小人とと言われれててていいる。る。アイルランドでは、として知られている人の姿をした者、同じ呼び名を持つ者でも、その身長については様々な言い伝えがある。昔から伝わるフェアリーは人間と同じかもしくは人間より背が高いとされている。ブリトン族の人々はフェアリーは冷たい鉄が苦手であると信じていた。歴史家や神話の研究者は、 この迷信の存在から、ケルト族がやってくる前に、グレートブリテン島に住んでいた人々の民間省が、フェアリーの起源であると推測している。これらの人々の武器は、石で作ったものだけであり、鉄の武器を持つケルト族の方が、軍事的に優位に立った。人の姿を取らないフェアリーも、少なくない。旅人を惑わすウィル・オーイスプは、日本でいう鬼火、人玉である。 家畜や身近な動物の姿のフェアリーも多い。猫は妖精的な生き物とされ、魔女の使い魔、魔女の集会に集まると考えられたり、そのものが妖精ケットシートされる。犬もアーサー・コナンドイルのバスカビル家の犬や JK ロングのハリー・ポッターシリーズに見られるように、墓守あるいは死に結びつけられる黒あやかしとして登場する。 馬の激しい気象は、魚子がたい川の激流に結びつけられ、川馬ケルピンや人を乗せて島で走る夜の白馬、などとして登場する。今日は、フェアリーは人間に、好意的で優しい性格の生物とされることも多いが、歴史的には、必ずしもそうではない。例えばフェアリーが、人間の子供をさらって、代わりに、彼らの子供を置いていくと、取り替え子。 チェンジリングの名神は中世では広く伝わっていた。このモチーフは銀遊詩人の矢の歌の中に現れている。ウィリアム・シェイクスピアの真夏の夜の夢では、チェンジリングでさらってきた子をめぐって、オーベロンとタイターニアが仲違いをする。アーサー・オーと円卓の騎士にまつわる伝承には、現在想像されるフェアリーとは印象が異なるが、数多くのフェアリーが登場する。 アーサーペンドラゴンにエクスカリバーを渡した湖の女性の腕、赤子のランスロット教を養育した湖の夫人は、湖の妖精である。魔女モルガンルフェイのフェフェは、フェアリーのことである。ガウェイン教と緑の騎士に登場する、緑の騎士の不死の力は、植物の勢いや再生力に結びつけられ、パックなど緑意をまとう多くのフェアリーと、同じく、森林信仰に起源があるとされる。 ウィリアム・シェイクスピアの作品、真夏の夜の夢ではフェアリーがテーマとして扱われている。作品の中では、フェアリーの王、オーベロンに命令された、いたずら好きなフェアリーのパック、かが、オベーロンの妻のタイターニアに、彼女が目を開けて、最初に見た人と恋に落ちるという魔法をかけた。さらにパックは、彼女が最初に見るであろう、人間を、ロバの頭を持つ姿に変えている。 ウィリアム・エス・ギルバートもフェアリーが好きで彼らをテーマにしたいくつかの戯曲を書いている。ギルバートとアーサー・サリバンによるオペレッタの傑作の一つではフェアリーと貴族たちの間の揉め事やフェアリーと人間の結婚や意思交配についてユーモラスに描かれている。ィクトリア朝時代の画家リチャード・ダットは邪悪で悪意を持つ者としてフェアリーを描いたが当時の人々は コティングリーで撮られた妖精の写真に強く影響を受けた。人間にとって恐るべきフェアリーを好んで描いた小説家にアーサー・マッケンがいる。黒い封印の話、白馬、小人についてでは明治的に小人族の恐怖が扱われている。また、赤い手や黒い封印の話と一部の舞台を同じくするパンの大臣にも人類ではない人間についてのほのめかしがある。 フェアリーは、キリスト教社会においては排除あるいは忘れ去られた、崇拝や、威夫の対象であることが多く、そのため同様に扱われた魔法を使い、魔女の物語には、頻繁に登場する。J.K. ローリングのハリー・ポッターシリーズはその、典型的な例である。ゴブリン、トロール、ドビーなどのホブ・ゴブリン、屋敷しもべ妖精、ボガート、ドラゴン、レプラホーン、クリンディロー、水王、カッパなど、 数多くのフェアリーが伝承に沿って、あるいは、ローリングの解釈や創作を加えられて登場する。妖精の絵は、古くからあったが、アイルランドの伝説、神話に基づく絵と、ウィリアム・シェイクスピアの、真夏の夜の夢に出てくる、妖精王、オーベロンと、女王・ティターニアの絵などが代表的なものであった。19世紀には、多くの妖精画を描く画家が輩出した。 妖精の研究家としても知られる、サッカーアーサー・コナンドイルの叔父、アーサー・ラッカムなどが妖精画で著名である。それらの妖精画は、神秘さと美しさ、不気味さとグロデスクさが伴っていた。多くの妖精は背中に半透明な羽が生えた姿で描かれていた。ゴブリンやドワーフなどは、その不気味さが強調されてもいた。絵本作家として、有名なケイトグリーナウェイも、 妖精画を描いた。ハリー・ポッターと秘密の部屋では、庭コビットという庭の外中、英原書では、ノームノームとして登場する。妖精画の伝統の中にあって、20世紀初頭のシシリー・ベアリー・バーカーの花の妖精は、独特な位置を占めている。バーカーの花の妖精には、神秘性や伝説的な不気味さなどはなく、ロマンティックで愛らしい子供や少年、少女の姿になっている。 20世紀にはバーカー以外にも、また多数の妖精画家が出現した。リーン・ポール・ド・フリーとアラン・リー、ジョン・ギルバートなどが知られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。